さあ、みんな大好きゴクスザク、始まるわよ。ヴィランズ前にグレンのコンテンツ動画は遅いのだけど、ゴクスザクなら楽しんでできるから遊びに、ね。左下のチャット欄は隠してあるけれど、ギミック処理で3回に使うマクロはこんな感じ。A マーカーが来た、時計回りに東が B。私は H1 を担当ということで。今となっては平均 IL も上がっているし、かなり楽になったものね。メディカラをかけておいて、全体ダメージは基本アサイズで。緊急時は即時発動のテトラやベネディクションで対応していきましょう。とはいえ、もともとメインは神聖からレイドもタンクで、ヒーラーは私で活動するようになって初めてなのよね。だから、ある程度に用意真似よ。埋めた動き方はできないから温かく見守っていてね。この突進は空気を読んで3回。FF14 はギミックが長いけれど、パターンを覚えることができるとはかどるわね。ここで MT に痛いダメージが来るからさっと対応ね。この羽を、小さい羽のところにさっきの3回図の通りに分かれ、羽を破壊して DPS についている範囲を、それぞれ1機ずつに当てるのよね。範囲を当てて小さい炎を起こす、という具合よ。1機当てることができなかったようだけど、当時はこれだけでワイプだったわね。理由は、体力攻撃力の全体が大幅強化だから硬くて倒しきれなく、フェーズ移行のタイミングで残っていると全滅、だった気がする。少しメディから出すの早かったようね。もはやいろんな遊び方で処理されている音ゲー要素のギミックよ。こうしていろんな角度から見ると綺麗よね。床の指定する方向を向いて弾を受けるとバフがもらえるわ。ここより先は後半フェーズ。地合を使って全体ダメージに備えるのよ。フォーカスターゲットしているボスの炎症バーに合わせて、遅らせて回復を差し込んであげられると綺麗にいくわね。全体ダメージは浅いず、あとはオートアタックとドット切らさず、手が空いていたらストンジャかしら。誘引と拒絶のギミックは、必ずリキャストが戻る剣術まで対応ね。本当に便利になったわ。点線がすっすぎるあまり、点線でもない光の戦士が強烈キックされる。正気に戻ってください、はスザクのもはや代名詞ね。さて、今のキックでタンクが後退したところで次はノートレタイムよ。4つ目に爆発する床にいるだとか、黄色青決め込んで2色だけで動く人もいるし様々ね。当たると大ダメージとデバフがつくわ。
さて、外周の鳥が触れる色に、爆発する床にいないように見つつ、ボスを殴る。慣れるまでが大変だけど、みんなはどう？ヒーラーは手元をおろそかにすると、タンク化被弾した人がそのまま死んじゃうから、ヒーラーで慣れるのに少し苦戦したわ。一息ついたと思ったら、誘引と拒絶のギミック。現実マネ。これは一定時間後、繋がっている線の先に方向マークが記されているから、勝手にその方向に動いてしまうので、落ちないように見極めて、ね。ヒーラーだと MT の HP に気をつけないと、殴られて死んじゃうから注意ね。ちなみにあのキックは180度あって、向きがおかしいと吹っ飛んじゃうわ。面白いのだけどね。周りを確認させながらも、誘引か拒絶を使ってくるいやらしさ。あらら、私も事故しちゃって。焦ると崩れるパターンだから持ち直さないと。思い切り勘違いして自らグミに行ったわね。MT もしっかりバフを耐えてくれて、私の役割だともっと早くバリアを張ってあげたかったわ。ここも3回図通りに、範囲が来ていない人が踏みに行く、という形よ。よくある事故としては、あのタイミングで誘引か拒絶を使ってきているから、対応を忘れると落ちてしまう。ってところかしら。来週4つずつだと思っていると、今までのギミックもりもりなのよね。さて、綺麗に処理するとしたら、4つ目に爆発する床にいておいて、一つ目か二つ目の床が爆発する床に走るようなイメージだと綺麗にできるわ。間髪入れずに誘引か拒絶を出した後、もう一回よ。慣れるまで頭が疲れちゃうわよね。
もう下り坂よ。優しいギミックを使ってきた後、時間切れギミックを使ってくるからその間に、ね。スザク、キック姿もそうだけどビジュアル可愛いのよね。私も自分で反応遅れるから処理しようと。あ、気が抜けると私もよくああなるわ。みんなお疲れ様、楽しかったわ。コンテンツ動画の幅も広げてみたけれど、どうだったかしら。いろんな人と交流もしていきたいから、よかったらチャンネル登録もよろしくね。それではご視聴、ありがとうございました。またね。